はい、先ほどのね、本当先生のお話のおっしゃる通りでね、あ、何も分かってない人がやってるからうまくいかないっていうね、もうそこに尽きるんですよ。だからよっぽどね、下々の人の方が分かっててね逆転現象なんですよね。でね、じゃあどうしたらいいかっていうと、まあやっぱり、まあ、基本的に上の人たちは何らかの形でね、犯罪を犯してますね。犯罪者なんで、やっぱりそのちゃんと警察が出て処罰をすればその地位にはとどまることができないんですね。まずそこを、まあ、国民はそういうことでだということを認識した上で、とにかく一人でも多くね、犯罪者やっぱちゃんとこう刑に処して、そして空いたところにちゃんとした人、特にやっぱり私はもう若い世代をボン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 上にやった方がいいと思います。今のやっぱり20代とかいうのは、私なんかとの私みたいな昭和生まれの時代と違って、まあ、やっぱりみんな大谷翔平みたいなそういうところがあるので、まあ、一気にそういう世代を上にしてね、あってやればね、逆に彼らにとってはなんてことない問題が、我々上の世代にとってはもうそのいわゆるその多様性の問題とか、もうとてつもなく厄介な問題になっているというのはあると思うんですね。そうだからまあね、そう結局ね、土についてるからその仕事ができるとかやる気があるとか一切ないのがこの現代ね、日本の悪夢なんですよね。で私最近まあ、いろんな縁がありまして、いわゆる日本語でラップを刻むというね、若者たちとの交流があるんですけどね、すごいなと思う。地べたのね、もうどん底の貧困の世界でも俺は成り上がるってね、言葉一本で成り上がるってね、つまりだからそう、若い人にとってどんな状況であっても一番になれるということがね、やっぱりものすごい希望なわけですね。やっぱりそれをね、ちゃんとやっぱり上の世代はね、応援しなきゃいけないの。私も一人青年が非常に優れたラップをする Q さんっていう青年がいるので応援してるんですけどね、やっぱそうした時にね、やっぱりただね、こうやんじゃない、やっぱり私も一緒になってね、ようようようというね、この愛の手をこう入れる。やっぱ上の世代はね、やっぱりどうしても、私もそうなんですけど、やっぱり年を取ると若者は何を考えてるんだっていう風にやっぱなってしまっちゃうんですよ。ところが若者の目線に立ってみるとね、つまりそういうもう自分の精神力一つでね、こう言葉を刻んで成り上がるということは、もうある種の修行僧のやってるようなことでしてね、いざそういう人のね、そう言葉を追ってみるとね、実際にね、私も結構辛い生活してますけど、ものすごいね、励ましになるわけですよ。だからこうした時やっぱり上の世代はね、とにかくね、あ、若者がね、そんなラップが好きなんだった、ちょっと、じゃあ人気のあるアーティストね、ちょっと子供と一緒に行ってみようかってね、やっぱり若者のね、やっぱりこう、その活気のあるところにやっぱ飛び込んでいって、そして一緒になってこうね、ようようようとかね、なんとかかんとかってね、そのノリ、すべてをね、やっぱ楽しんで、それでもね、ダウントゥーアースになってますよ。人のね、お揃いのそのアーティストの T シャツ1枚買って家族で楽しかったねってね、まずそれをやって、とにかくそれをやることによって若者にとっては、そのファンが一人増えた。ね、あとそれがすごいね、エネルギーになりますから、このね、もう悪夢のこの逆転現象の日本をね、急遽ね、こう、奇跡のね、国に変えるのは、もうほんと、地べたでね、ラップやってるね、若者を応援するしかありません。私はだからもうその悲惨なね、もうね、ほんとね、すごいんですよ。すごい、すごい。私はあの人は本物だと思ってますけど、宮崎県のね、リュウ君っていう人を私は応援してるんでね、ぜひなんかで、ね、あったら、私のインスタとか見るとね、よく出てくるんでね、いや、ほんとすごいですよ。そう、もう。俺はキングとか言ってね、やってますからね。だって暗闇の中でね、ひたすらね、言葉を刻むっていうんですかね、電気もつけない中で、携帯の明かりだけでね、コツ刻んでるんですよ。そんなすごい人いますだからね、私はあんま別にアメリカのラップとかそんな好きじゃなかったんですけど、ある意味そのね、なんか日本はね、ある種この仏教みたいなものとね、ラップは通じるようなとこあるんですよね。要するに言葉を刻めばいいから、いわゆる音楽とかとまたちょっと違うんですよね。ある種こう、言葉によるこの、言霊によるなんかみたいなところがあるんでね、あれ結構ね、意外な世界ナンバーワンに一番なれるんじゃないのかなと私は思ってるんで、ね、ぜひね、上の世代の方ごとね、ちょっとね、今孫でもお子さんでもいいですけど、今話題のさ、人気のヒップホップとかラップの日本人アーティストって誰だろうって言って、ね、そういうのをやっていただきたいですね。はい、以上でございます。